男子の6分間練習が始まっているところです。でも高橋さんにとってはもう絶対グランプリファイナルに行きたいと思いが強いんじゃないですか。そうですね、やはりオリンピック出場のためにもここのファイナルには進出したいという思いが強いですね。また今回はカナダということでオリンピックと重なってきますね。そうなんです、ですのでまた見ているお客さんを味方につけるようなそんないい演技期待したいなというふうに思うんですけれども、でもやはり前回の試合よりもだいぶ動きも良くなってきたし、試合の感覚というのがすごく戻ってきたかなというそんな印象を受けましたね。まあ、でも高橋さん大きな膝の手術しましたよ、はい、で僕も手術はしましたけども、あれだけ大きな手術をして本当にすごいカムバックだなと思うとともに、はい、今日の振りって長いじゃないですか、はい、なんかすごいこうプレッシャープラス大丈夫かなって思いがあるんですが。そうですね、やはりこれまでの試合どうしてもフリーの方では少し集中力が最後途切れる場面もあったんですけれども、今日はその集中力もしっかりと最後まで試合の中で戦う緊張感の中で見せてほしいなと思います。荒川さんも今回一緒に練習したりしてますが、高橋さん一番大切にしてもらいたいところどこですかね。そうですね、やはりお客さんを味方につけるような非常に素晴らしい表現力、表情注目してほしいなと思います。さあその表現力で高橋選手行ってほしい。男子フリー演技始まります。